最後に雅の総評を述べます。で、雅の特徴としては非中央集権型で性能が高いっていうところが一番の特徴だと思ってます。で、断りっていうチェックロジックを持ってまして、スマートコントラクトのバグによるステートの不整合が発生しにくい点で、また複合トランザクション、トランザクションエントリーをまとめて、全てが成功した時だけ有効とするっていうような設定ができる点ですね。で、最後に、まあ、基本的に参照制限の機能を持たないため、まあ、情報共有、マスター管理のようなユースケースよりは権限移転系のユースケースの方が適していると思われます。はい。で、最後に雅の特徴をいくつか紹介させていただいたんですけど、まあ、本スライドで紹介したような機能的な側面だけではなくて、まあ、いろいろコミュニティの活発度とかサポートの手厚さとかバグが発生した際のサポートの対応とか含めて、まあ、商用化検討する際には総合的に判断すると良いかなと思います。雅を学んでみての感想というところで、先ほどあの3つの基盤についてはそれぞれ一言ずつというところで、まとめたんですけれども、ちょうどあのこういう機会をいただいたのでMIYAVIについては4枚スライドを用意しています。で、1つ目、先ほど富田さんからかなり詳しく、ご紹介があったので、どういう機能かというところはいいかと思いますが、機能面でいいねと感じた点を挙げています。で、1つはテーブル機能ですね。で、まあ、このテーブル機能というのは典型的なユースケース向けにいくつかテーブルが用意されていて、でそれを使うだけで、ほとんどもう例えばアセット、ファンジブルのアセットだったらもう出来上がってしまうと。で、かつそのテーブルに対して独特の操作、トランザクションエントリーが提供されていて、まあ、そのトランザクションエントリーを使うだけでスマートコンタクト書かなくても、いろんなことが表現できますよというところをすごくいいなと思いました。で、2つ目ですね。あとはこれインデックスノードという仕組みが、最初からありますと。で、これは、ノードのステートの、更新差分を、どっかというか外部のデータベースに、持ってくるような機能ですね。で、これ一般的にブロックチェーンってすごくそのオンチェーンでの検索とか、大規模集計とか分析とか苦手です。検索能力が限定的です。なので、大体外部 DB にデータをコピーしてきてるんですが、それを最初から標準で提供しているというのは非常にいい点だと思います。で、あと、3つ目が、クライアントというか、API とかで、台帳のステートの参照だけはできるよというところですね。これすごい開発の時に便利な機能だと思います。で、スマートコントラクトからしか普通は読めないんですけど、それだと今現に自分が開発しているコントラクトから書いたものからが、なんかうまく読めないんだけどってなった時に、何がバグっていうのかよくわからないというところですごいドツボにはまるんですが、こういう参照だけする機能が用意されていると、まあ、そういうところにははまらなくて済むというところが非常にフレンドリーかなと思います。あと3つ目です。これは機能面ではないところで、いいねと感じたのは、結構機能も、まあ、トランザクションフローとか行動もすごいシンプルで、素直だと思います、はい、っていうのと、あと、まあ、テーブルにパーミッションセットしていくとか、レコード間で親子関係をセットするみたいなデータ構造の部分は非常に既存のアプリケーション設計とスキルが使い回せるのかなと思います。で、あとは私が一通り学んだ範囲では変な癖みたいなところはなさそうかなというふうに思ってます。あと、5つ目かな、バースが用意されている点、これは、先ほど申し上げた理由ですごくいいと思います。はい。まあ、雅の性能のところなんですけど、私はコンセンサスアルゴリズムがこうボトルネックになってるのかなと思ったら、まあ、そこじゃなくて処理せスマートコンタクトの処理とかトランザクション処理みたいなところって伺って、まあ、そのあたりこう雅はよく設計されてるなと思って、で今回検証しても機能的にシンプルで使いやすいっていうのが、まあ、率直な感想で良かったです。日本のエンタープライズブロックチェーン業界って、まあ、着々と進んではいるんですけども、それでもやっぱり海外とか横目で見てると、これちょっともうちょっと頑張らなきゃいけないなというところがあるので、
そういうあの日本のエンタープライズブロックチェーン業界を盛り上げていこうという意味でも、国産ブロックチェーンみやびには頑張っていただきたいので、ぜひ皆さんみんなでやっていきましょうと。